はい、酒好きな俺の飲酒トークを始めていきたいと思います。今回は、薬用の陽明酒ということでね。まあ、かなりね、一応いい酒ですからね、これもね。先ほど買ってきました。まあ、僕は新潟に住んでるんですけど、冷え性で毎年ね、悩まされてますんで、まあ、ちょっと初めて買ったんですけど、まあ、これをね、冷え性に効くということでね、まあ、買ってみました。値段がね、だいたい1600円ぐらいで売ってました。アルコール度数が14%。効能が、胃腸虚弱と、食欲不振と、血色不良と、冷え性、肉体疲労と、虚弱体質と、病中病後。用法用量が、1日 20ml を1日3回、食前または就寝前に服用してくださいと。なるほどね。これが1リットルのやつですね。なるほどね。まあ、これはあれでしょう。まあ、俺もこれ昔飲んだことあるんだけどね。かなり昔にね。飲んだことあるんですが。なんか入ってる。なんかキャップがついてましたね。よし。まあ、これあれでしょう。来年の、母の日にね、お母さんにね、あげようかな。まあ、その時にまた買ってね。まあ、今までね、母の日はね、日本酒とかあげてたんですけど。まあ、来年はこれをあげようかな。陽明酒。使用期限が2018年の8月。となってます。よっしゃ、飲むか。まあ、20ml をね、3回に分けて飲むと書いてありますんで。はい。それではね、いただきまーす。乾杯。うわっ。うお、これは懐かしい味。甘い。とにかく甘い。あんま。これ砂糖か、これ。なんか、何入ってんだ、これ。くそ甘いぞ。あー、なんかようわからんの入ってるね。これはちょっと、読めないな。これ全部読むと結構多いぞ。1、2、3、4、5、6、7。だから、14種類のなんか生薬みたいなのようわからんのと、上記の生薬と日極規定の鎮気剤製法に準じて、冷蔼する。添加物としてみりん、アルコールと液状ブドウ糖、カラメルを含有すると。これ、ブドウ糖だな、これ、甘さ。超甘いぞ。やばくそ甘い。異常なほど甘い。うわ、甘っ。うわ、これえげつない甘さ。えげつないっていうか、甘さとこの臭さっていうか、まあ、臭いのはそんなでもないんだけど。なんかね、プリンのカラメルのね、だけをこれ飲んでるようなね、甘さと、に加えてこの、臭い、ね、臭みと、
うわ。まあでも事実冷え性ってね、多分、こういうのじゃないと治んないみたいなんでね。うん。こういう生薬とか、飲まないとこれ治らない多分、病気ですからね。病気というかもう、体質みたいなもんでね。これソーダで割った方がうまいんじゃないか。ソーダ割りとかコーラ割りの方がまだいい、まだいいな。この感じ。まずい。とにかくまずい。まずいっていうか、いや、まずくはないんだけど。これストレートで飲むのはちょっと厳しいものがあるね。せめてこれソーダで割りたいね、これはね。甘すぎて。うわ。えげつない甘さ。この舌に絡みついてくるこの香りとこの甘さのこのダブルパンチ。うん。うん。直射日光の当たらない涼しい場所に密閉して保管ください。製造会社が、陽明酒製造株式会社。長野県の会社です。第2類医薬品。うん。となってます。まず、これはソーダで割りたい。この上ない。多分コーラで割っても、まあ甘さが、どっちも甘いから、コーラも甘いからさ、多分なんとか、混ざっていい感じになるんじゃないか。うん。陽明酒。14種類の製薬の成分が血行を促進し、体を健康へと導く医薬品。だそうです。ほんとね、前も言ったかもしれないけど、俺冷え性ね、かなりひどい冷え性でですね。12月とかになると、足がね、冷たすぎて、風呂入ると、風呂にそのまま足から入るとね、足がね、なんだ、温度差でね、霜焼けみたいにね、痒くなるんですよ。赤くなって。なんで、俺いつも、その時期になると、ケツから入りますね。湯船にケツからね、こう入って、その後に、足を上に出して、お湯につけないようにして、そのしばらくこう、その状態でいるんです。そうすると、だんだんこう温まってきて、まあなんとかこう入れるようになるという。足の先がね、まで入れるようになるという。いう感じですね。うん、とりあえず、これ3杯飲んどく。60cc。まあ、1日分 60cc ですから、ね。これ毎日、まあ、なるべく毎日飲みたいんだけど、これまずいんだよな。うん、これ、ちょびちょび飲んでると本当にまずいわ。陽明酒に溶け込む14種類の生薬。生薬は複数種を組み合わせて用いると効き目の幅を広げます。互いに良いところを引き出すことから、生薬の相乗効果と言われています。
引用を書く。と、ウコンと、経費と、効果と、需要と、借薬と、長寿と、途中と、肉需要と、人参と、暴風と、薬物像と、雨章と、反比。この14種類のスーパーな、この生薬によって、ね。まあ、俺も冷え性ですけど、これ治るとは思えないけどな、冷え性な。絶対治んないと思う。多分、俺の万年っていうか、万年病みたいなもんだと思うわ。だってね、多分、医者行って、何か行くか知らんけど、内科か、行って、冷え性なんですけどって言って、治してくださいって言っても多分治んない。多分治せませんって言われると思うんです。多分冷え性ってそういう部類だと思う。まあ手の冷えと足の冷えですね。主に足の冷えだな、俺の場合な。足の指先の冷え。多分冷え性は治んないでしょ。医者。冷え性で通院するには何科へ行けばいいでしょうか。内科じゃないか。冷え性で2年前から通院しています。私の場合は胃腸が弱くて通院始めた内科です。うん。漢方の病院なので、胃腸の他に冷え性に効く漢方薬を買っての、もらって飲んでいますと。ちなみに冷え性で効く漢方薬も保険が効きます。2週間分で1500円以下。高いなぁ。2週間分で1500円以下か。それだったら陽明酒買ってた方がいいんじゃない？まあ微妙か。うん。まあ俺冷え性のくせにね、なぜかね、平熱は高いんですよね。俺子供の頃からね、平熱が高くて、インフルエンザの予防接種の時に熱測るでしょ。で、その時大体37度とか言ってるんですよ。でね、それで何回かね、結局、熱が高いからできなくって、ね。で、3回ぐらいできなくてね。で、最終的にもう、俺の母親が、もう平熱高いんでって言って、やらせてから、もう多分俺は平熱高いんだなと思って、もう普通に37度でもね、無視してやってますけど。だいたい37度超えてんだよ。うん。平熱が高いから。ほんと毎回ね、あれだったもん。高かったもん。なんじゃこれ？ね。もう、俺最近ね、会社で、まあ、インフルエンザの予防接種しましたけど。まあ、俺もう、熱測るのめんどくせえから、熱測らないでもう36度5分って書いて、測らないでもう出したから、ね。もうどうせあれだから。意味ねえからって。もう大体体調で風邪かどうかなんてわかるからさ。まあ、そんなこんなですね、と。陽明酒っと。まあ、これはあれだな。コーラで割るか、ソーダ水だな。多分一番いいのソーダ水だ。コーラで割っても、いいとは思うけど、ちょっとな。これ、コクがあるっていうか、トロンとしてるね。これね。口当たりがね。
これ甘さ文句なくやの。やばい。おすすめ度、これ酒としておすすめ度は多分、非常にまずい。非常にまずいと思うけど、これまずいな。まあ、まあ、これはあれでしょ。5552です。ご視聴ありがとうございました。